2019年のヤギ座の運勢は、あなたの想像力が鍵になる。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。2019年のヤギ座の運勢についてお話しさせていただこうと思います。発揮できる可能性もあると思います。ヤギ座にとっては、土星や冥王星、去年の12月から土星がこう入ってきておりますし、冥王星なんかもずっと2008年あたりからですかね、ずっとヤギ座にいるわけなんですよね。でその強い力、タフな精神を生かして、貪欲にですね行動することでですね、この強いエネルギーたちを使えるような気もしますので、そのあたりをうまく本当に活用されることで、人並み外れたですね成功を手にする可能性もあるかなと個人的には考えています。もしかしたら冥王星や天王星の影響によって少ししんどさを感じられていらっしゃったり、思うように動けないなと思っていらっしゃる方も、その、土星や冥王星の影響をうまく使うこともできるんですね。なのでヤギ座は割と、力を持った人も多い、星になりますし、今この冥王星や、土星の影響をポジティブに生かすことも可能なんだと思うんですね。ただ力の発揮が強い分、プレッシャーや乗り越えるべきものも増える可能性があることもお伝えしておきたいと思います。では2019年はヤギ座にとってどういったところを強化すればいいのかということになるんですけれども、これは想像力の部分になります。潜在意識の発揮やイメージ力の強化をされることによって実現できることも増える可能性があります。例えばポジティブな想像が働くような映像を見たりとか、映画を見たりとか、そういったこともポジティブなイメージ力の強化になりますので、ぜひお試しいただければと思います。ヤギ座にとってですね、海王星はですね第三ハウスを位置していますんで、目に見えない世界のことも普段よりかは救いになる場合が多いかなと思うんですね。で、現実を生きるヤギ座にとって、生きてその世界をしっかり地に足つけて生きるからこそ、現実だけでは太刀打ちできない問題っていうものにぶつかる場合っていうのがあると思うんですね。で、そこで海王星の持つ創造性やイメージ力などの、なぜかわからないけれどもそういう見えない世界に動かされることがあるということを信じられるような時期なのではないかと思うんですね。なんで海王星はその想像力の力をくれますので、そういった世界にある意味では学び、そして好奇心ですねぐらいの感じで、受け入れていけばですね、またこの見えない世界もポジティブな影響をこう与え合うのではないかと思います。ホロスコープをよくお分かりになる方は、この土星や冥王星を応援してくれる場所の配置に入っている天体に注目するっていうこともちょっとおまけでお伝えしておきたいと思います。なぜなら、ヤギ座に関しては冥王星や土星の影響が、強く与
えられているので、それをうまくその発揮しづらい人も多いかもしれないんですね。だからこそ強い力を発揮することも可能であるというふうな認識をされることによって今後が良くなると思えるんですね。またその調停する天体の探し方については上にカードを出しておりますので、そちらをクリックしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。もし少しでもこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネルご登録していただけると大変励みになります。コメント欄や高評価もよろしくお願いいたします。画面の QR コードよりアットライン山田アリス事務所とお友達になってね。この番組は山田アリス事務所の山田アリスメディアです。 YouTube の公開を通じてあなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。